泊が吹いても剥げない国産仏壇、輪島式仏壇店の永田光輝でございます。7月31日月曜日、今日が7月の最後でございます。もうこのもうぼちぼち後でですね、このホワイトボードも消します。おかげさまでですね、7月忙しくさせていただきました。もうお客様のおかげでございます。心よりお礼を申し上げます。8月も一生懸命頑張ります。よろしくお願い申し上げます。